埼玉県大宮の鈴木歯科医院です。最近ですね、電話の問い合わせで多いんですけども、歯の掃除に、歯のクリーニングですね、歯石取り、PMTC とかなんかこういろいろ調べてるインターネットの方ですね。とにかく歯周病の治療で歯のお掃除したいんですけども、初診でいくらかかりますかっていう問い合わせが今年は多いんですよね。まあスマホが増えてインターネット検索が多くなって、ああこれからはこういう時代なのかなって思うんですが、その背景にあるのはですね、よくよくこうじゃあ僕が電話口出てですね、話聞くとですね、要は歯の掃除でも歯のクリーニング歯石取りでも、保険が効くかどうかっていうのと自費だっていう意味もあるっていうんですよ。それで値段聞いてくるんだなと。ああそういうことかと。いやうちは別に普通に普通の医院だから来てもらって保険証を持ってきてもらって、歯のお掃除は保険診療で歯石取ったり歯周病治療をして、虫歯があれば虫歯の治療もして、普通に保険診療ですよって言ってます。だから初診いくらですかって言われても、保険会計で、レントゲンと最初レントゲンも取って、歯の検査して歯のお掃除歯石取って、保険だったら3割負担で、これぐらいですよ、いくらですって絶対みたいなのがこう保険治療だから決まって、自費じゃないんでね、いくらですっていうのはちょっと言いにくいとかわからないですけどね、その人の口腔内電話口で見たこともないのに「いくらです、あなたはいくらです」っていうのはちょっとわからないですけども。で、あとはついでに虫歯があって、もちろん虫歯治療すれば、多分もうちょっといくんでしょうね。でもまあ保険でとにかく3割負担で普通に、まあもっと高齢者で1割だったら1割ですから、で逆に子供たちだったら0割だし、さいたま市とかね、他の県外というか他の市外だったら、まあ後で市役所とか区役所に出してもらえば子育て支援で帰ってきますよとか、いろいろそういうのはありますが、まあ基本保険ですよ。もちろん自費診療があれば自費診療はあるんでしょうけども、まあとにかくそういう歯のお掃除で、自費なんですと、自費しかやりません、歯の歯石取りは自費ですとか、そういう院があるそうです。根の治療は自費ですとか、これは自費なんです、保険効かないんですかと、保険はやってないんですかとかいうことが、まあ、あるようなので、まあ、それは委員の方針ですから、あとはよくはもっと詳しいことは別に歯科医師会に聞いてくださいっていう感じで、だから問い合わせ多いんだなっていうのがこの頃の傾向です。インターネットの中でもいろいろ調べて、そうやって問い合わせてくる患者さんがすごく増えてます。これからも増えるんでしょう。今の時点の YouTube では、まあとにかく普通に歯のクリーニングお掃除歯石取り、保険でやってますんで、ご安心ください。別に自費にする必要もなく普通にやってみます。それだけです。